永遠はアメリカ合衆国ロサンゼルスに活動拠点を置く数多くの著名アーティストのアルバムや映画音楽のサウンドトラックの制作で活躍しているスタジオミュージシャン音楽プロデューサーロサンゼルスにおけるレコーディングの際には最初にお呼びがかかるアーティストの一人スタートレックロストクロー飛翔伝説ミッションインポッシブル ゴーストプロトコルなどをはじめとした多数のテレビドラマ、映画の音楽作品でギターを演奏し、BEGs、ベリンダ・カーライル、クリスティーナ・アギレラ、リトル・リチャードといった著名アーティストのアルバムやステージの仕事に携わる。ゴードン・グッド・ウィンのビッグ、ファット・バンドによる A few good men においては、グラミー賞のベストジャズソロ部門にノミネートされる。また、1985年より、 イギリスのロックグループであるスーパートランプにおけるギタリストとしてのアルバム制作や大規模ツアーへの参加でも知られている。過去にはギタープレイヤーなどの米国のギター専門誌においてギターコラムも連載。ギター曲、のりもと教則ビデオもリリースしている。ありがとうございます。